りさん、やっほー。なっちーさん、こんにちは。よっきゃ、やっほー。きょにーさん、とりごとさん、こんばんはです。おひさー、みどりかわさん、けんけん、花束ありがとうございます。早速ありがとうございます。ちょり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 っすちょり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 っす。こんばんは、やっぴーです。星は集まりましたか？皆さん、よかったら星投げお願いします。いけいけ、ゴーゴー星投げお願いします。頑張っとるね。いやいやいや、全然全然仕事はお疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、今日は何しましたか？星すっからかん、何してんだ。福袋買った。お、ありがとうございます。なっちーさん、開封をお楽しみにお楽しみに。やっほー、やっほー、星が欲しい仕事中を、ありがとうございます。仕事中に、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょ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 、急ぎ急ぎ、ちょ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 、まずまつげを上げたいと思いますビヒョーン、オッケー、まつげまつげまつげをあげまーす。ふふー、こっちだ、ふー、でたーん、オッケーこれでいい感じ。トゥルルルルン、トゥルルルルン、歌がとても良かった、ありがとうございます。けんけんさん、嬉しい、ありがとうございます。さがくん、ハート、ありがとうございます。みどりかわさん、スノードーム、ありがとうございます。星ため、集めておいた。あっつさん、ありがとう。みーちゃむさん、こんちゃー。他で投げただと、もう一回集めてこい好きなブランド、好きなブランドなんだろうな。アリサはロックみたいじゃなくて、なんかおしゃれなかっこいい系だったらロデオとか知ってますか？パルコの中にあるんですけど、広島はそのパルコの中にあるロデオとかで、かわいい系だったらなんかジョンジーみたいな読み方がわかんないんですけど、ネットで買ってるめっちゃかわいいところがあります。この前の握手会の、そう、あの探偵みたいな服、探偵みたいな服着た時は全部そのお店で買った、ネットで全部集めたジョンジーみたいな、ジョンジーボンボン21 24、ちょっと名前が分かんないんだよねつづりは JNORII J-N-O-R-I-I ってとこ、めっちゃ、でもそこはめっちゃ可愛い系だよ、ブリブリブリみたいなめっちゃブリブリだから、アリサに似合いそうなやつしか買わないブリブリすぎのは似合わないからさ。歌が良かったって聞いて感動した、ありがとうございます。嬉しいけど、そう、2日目は今日の6時から始まります。今日の6時から緊張今日は AKB さんと SKE さんの歌が流れて、で一番最後に、そう、決勝進出者&プラス5名の審査員特別枠で出れる5人が決まるっていう、緊張ですそう、その15人の枠には入れないんですけど、アリサはもう、そう、20人の時点でいないので、悲しいことに。でも審査員特別枠の5人に入れていただけたら嬉しいです、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしたいです。佐賀くん、けっけん、ギフトありがとう、いっぱいありがとうございます。嬉しい。ジョンジー、それ JNORII、
探偵可愛かった、嬉しい。そう、探偵お気に入りなんですよ。探偵の探偵じゃないけどさ別にそう探偵みたいなさ、セットアップのスカートと上着みたいなやつのセットアップ、あれはねお気に入り歌唱力の時もね、下のスカートはそれだった。で、あとキラキラの茶色のブラウスベストみたいなもそこでした。ジョンジージョンジージョンジーだったよ。特別枠ね狙いたいです、お願いしますジラピケのパジャマそれめっちゃ欲しい、夢なんだよねジラピケのモフモフに包まれて寝るのは夢なんだよなイーちゃん初見ありがとうございます。何か歌って、何にする。じゃあ今話題沸騰中の峰吉さんいきます自分的ね、もう人生で初だよ、こんなにツイッターに名前が書いてあるのはじゃあ大好き歌いたいと思います。イントロだけ。何も手につかない、頭から消えない、会いたくて会えなくてドキドキが止まらない、ねえ聞いて、君が好きなんだ、大好きだよ、ジュッてしてよ、チャン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 、もうその曲は好き最強のパートナー曲ですね大好きだよ、そこめっちゃ練習した。大好きだよだよのところを息にするのがアリサのこだわりですできとったと思う、多分。大好きだよ、チュッてしてよ、チュッて、チュはそう短く言ってチュッてしてよ、だからまた息にするっていうアリサのこだわり変なこだわり大好きだよ、チュッてしてよ、ポン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 おいおいマイク急にパイ、マイク登場マジマジ。特別枠どうだろう、印象にまだ残ってくれてたら嬉しいですね、嬉しい。絶対今日だったら残ってるかもしれないけど、昨日だから忘れられとるかもしれん、もう誰かいねってなってるかもしれんけさ特別枠ね、暴れるよアリサも。そんなにみんなに、そうだってそんなに名前出してもらっときながら入ってないんかーいってなるよねそんなにそんなに言いながら入れんのんかーいってなりますよねずっこけるわまた来た、はるちゃんありがとうございます。寺井さんもやっほー、スーさんこんばんは、歌マジで好き、嬉しいです嬉しい、ありがとうございます。イエイ、暴れるくんやん、暴れるくんメモ残ってる、あそうか、ちゃんと書いとんかな、よかった、ありがとうございますありがとうございます。決勝の曲何にしようかめっちゃ考えためっちゃ考えたよそうで、歌いたい曲ちょ思い出しといた思い出してみた。こんばんは、ぶち切れおい、なんてやねんわ、予選歌唱完璧でした、ありがとうございました。でもすごいよね、全員のワンフレーズ流してくれるってなかなかないですね、ほんまに素晴らしい、ありがとうございます、感謝感謝。お家が幸せ、面白いえ薦枠狙いたいです推薦枠で選ばれたらいいですな。生まれ持ったもないみたいせ、え、ほんまですか。いや、この声は感謝してますなかなかおらんよね、なかなかおらんと思うよ自分でも緊張すると声が高くなるっていう
緊張するともっと声が高くなるっていうね、性質があるんですね。そばかすね、そばかすめっちゃね声出たよしかもねさっきねお、うん歌よかったな、ありがとう、持ってる星全部 ME さんありがとう、ミーさん、ミーさん決勝の曲教えないよ、まだ決めてないよご中間またありがとう、ウーコーさん大人になっていく、おーきなりちゃんありがとう、とかわさんねえ、とかわさんねえ、ロリータボイスで撃ち落とせ撃ち落とせって感じえ嘘マジですか坂本エレナさん、うーん、メールでアリさんの歌がいいって言ってたぞ、いえー嬉しい、あげー気持ちあげーですね、嬉しい。坂本エレタンさんはあれだよね、親子の、親子でカホちゃんとじゃんけん大会で出た時に、そうザ・ピースだっけ、ザ・ピースだったっけな、そんな感じのエレタンさんと小田エリナさんのそうユニットにじゃんけんポンで負けたんですよそうエレナさんとじゃんけんして負けたっていう思い出があるそう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ザ・イーズかザ・ピース可愛くしてしまった、ザ・イーズか、そうザ・イーズと、そうそう、アリサがエレナ・タンソンとエレナ・タンソンエレタンさんとじゃんけんポンってやって負けたんですよ印象的、ザ・イーズザ・ピース雰囲気にとる気いいかエレナ・タンソン長い長い長いエガが美しい、いやありがとう、アリサみたいな声に生まれ変わえでもあれですよ、ほんまに変な声って言われる方が多いですよそうほんまにね、気をつけよう気をつけよう、もし枠、もし枠ね、もし枠、きなりちゃんきなりちゃんダンスもできて、いや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 、ほんまにどうしようかと思いますもん、ダンスも結果が出ないし、歌もね、歌ももう決勝いけれんかったらもう取り柄がないですね、もうどうしましょう取り柄がないっすわ、でもそばかす歌ってほしいじゃなくて、何だったっけな、なんかツイッターをねまた見てたんですけど、反響を、私のそう反響を見てたんですけど、ジュリー&マディマッマディジュリー&マリーさんのね歌歌ってほしいみたいな書いてありました、嬉しい、ジュリアンの声が余裕でできそうみたいな声が高いから余裕で歌えそうみたいな書いてあった、嬉しい、それはめっちゃ嬉しかったです、美味しかった、そばかすめっちゃ好きですもん、そばかすは好き、めっちゃ、あれはほんまにね、スッキリ、ウェイ、またマイク落ちたあれはめっちゃスッキリする歌声落ちた宝だよ、言いすぎやん、ジュジマジさん好きよ、エゴサマン、そうエゴサマンめっちゃしてしまうもん、どうしましょう、タンタンおっさんであるちゃんの声だった、声確かに素敵な声、ありがとうございます、企画参加してよかったよ、本当に参加してよかったです、あんなに褒めてもらうことないのでね、よかったほんまに、ありがとうございます、ヒデさんありがとう、ギフトデブニャンもありがとうございます、あひろゆきさんやっほー、こんばんは、今日ですね、のん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 今日だ、頑張れのんのんならいけるさどんどんほんまにうまいですよ、ほんまにうまい、クジラ12号聞いたことないんだよね、クジラ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 、
めちゃ今日はありがとうございます、嬉しい。エゴちゃん、ここに今ニキビができてね、やばくない？眉毛の隣にできた、多分ここの眉毛をポーンって抜いたんですよそう、ここの眉毛をねこの前抜いたから、ニキビができたこんなとこにニキビできんくない？普通最悪だ最悪だよ。カウント開始お願いします、カウントお願いします、またツイッターで返信お願いします。見たいです。ダブルライナー使ってます、じゃじゃん、ダブルライナー、のんのん今日や、楽しみ、お疲れ様ありがとうございます。オーディションの時そうそばかすだったんですよ戻ってきた夏さんありがとう、モンガーさんこんばんは。十字間にだったか忘れた散歩道、何回も繰り返す、のんのんのインスタストーリーに私の、おお嬉しい、ありがとうありがとう。てっちゃんスノードーブありがとう。インド人確かに、もうちょっとこっちよねやだわインド人やだほくろやないよ、もうほんまに最悪、ここにニキビができたな、どうやって直すんって感じじゃないそう、なんかねニキビのなんかペアみたいなあるんですよ、あかりんさんが紹介してた、あれは塗って、そうテープとか貼って寝たら治るんですけど、こんなとこにテープ貼れくない絶対取れとるやん朝起きたら絶対取れとる。のんのん10時過ぎ、チームメイト一番最後だったよね、そういえばデビューの日に劇場で、ああのんのんはほんまにうまいですよほんまにうまいですよ、感動するぐらい50カウント完了ありがとう、ありがとうございます。おっとなんやなんやなんだなんだ、星投げ完了、シノップさんありがとうございます、ありがとう。2周目はまだ会場なりとなりやではありがとうございます。あやさん一番印象に残ったのが、ありがとう、オラシオンさん嬉しいです、ありがとうございます。印象に残ればそれだけで OK 十分、ありがとう。50カウント完了ありがとうございました、ありがとうございましたもう終わってるやん、ひろゆきさんハートありがとう、いっぱいありがとうございます。セトリップ見た、ありがとう。セトリップまた行きたい、セトリップ楽しい、セトリップ楽しいようまかった、ありがとう。のんちゃんのんちゃん面白かった話題性やな、終わりやない、終わりやないさこんばんは、まいちゃんこんばんは、ログインボーナスありがとうございます。本人最後に悩んでだからまた出てくれてくる、のんのんがそうなんや、意外、どんどんもうすぐ「あやないでまーす」みたいな迷いないもん、すぐ出るよ感じあるのに悩んだんや。こんばんは、麻雀は難しい、麻雀は難しいですよ、でもガイド説明みたいなあるから、まあその通りにやったらまあいいけど、そう勝ち方が分からん、お前どうやったら勝てるとか分からん、こんばんは、星投げ終わった、ありがとう、追加で集めてくる、ありがとう。そうなんですよ、運命つながっとるかもしれない、のんのんとは。そうアリサの13歳の誕生日に、そうひなのが劇場デビューだっけみたいな感じ、ひなのがそう劇場デビューみたいな感じで初お披露目みたいな日だったよね、アリサの誕生日の日にそうなんかすごかった気がする、今思い出したら13日なんいつ13歳のアリサの誕生日の日すごかった気がするんだよね、2年前、え
去年だ去年だ去年だ。ほのたん、さすがほのたんの歌は好きだよ。なんか引き込まれるよね、めっちゃうまい。ねえ覚えてる、君がくれた言葉、ぬぬ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 ぬみたいな。めっちゃね、めっちゃほのたんの見たんだ、覚えたよほんまあの英語のところが特にかっこよかった。I'm ready to fight to you, the ready to fight to fight。 やだ今の私はいないかもみたいなとこも好き。ほのたんうまい、ほんまに好きだ。ほのたんうまい、めっちゃ。去年だね、去年だ。そうやんよいやいや、さおろ、これからもよろしくお願いします。運命ですね、何かでつながってます歌詞がふわふわ、ごめんなさいこんばんは。夜ご飯ね、何食べ、なんかお昼ご飯めっちゃ食べたんですよ。メールで送った、あのイモーステレビでさ、あのコッコとココアとユミリンが食べに行ってた二郎ラーメンが広島にもあるんですけど、それ食べたんですよ。めっちゃね量が多いんだよね、その麺が極太で瀬戸リップ、なんかそう前出たやつ、前瀬戸リップで放送されたやつがスチューデンツで使われたみたいですスチューデンツで使われたやつみたいです。50巻ありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは。去年やな、去年だ。川の流れのようにね、すごいアリサのスクールの時の友達がめっちゃ歌がうまい、演歌が得意な子がいたんですけど、その子が歌ってる川の流れのようにほんまに上手ですよ。そうスーパーキッズかこの子はみたいなめっちゃうまい。アリサの一個上の友達がね歌っててめっちゃうまいんですよ美空ひばりさんファンのそう渋いよね、中3なのに美空ひばりさんファンって渋くないですかすごすぎ、もろた。君って難しいよね、うん。君って西野カナさん、アリさん歌ったことあるよ。西野カナさんは何歌ったっけな、 A 型の歌とか好きよ。なんて私 A 型だし、タラタラタタ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 タンみたいなA 型の歌とか、あと何やっけな、Go for it って知ってますか。 Go Go ニョン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 、 Oh yeahみたいな。西野カナさんはほんまに高いよね、裏声って感じのイメージが強い、すごいよね、聞きたい可愛かった、ありがとう。二重ストリップ見た、ママチャリーさんありがとう、嬉しい。何回も聞いた、ありがとう。お久しぶりエビちゃん、ありがとう、ありがとうございますスチューデンツ6月、あーありがとう。トリセツ、あ、トリセツね、トリセツすごいね。トリセツなんか歌えないよ。トリセツはさ、なんか長くない歌詞がめっちゃ続くよね。なんだっけ、どんなさっけトリセツ、このトリエツが説明書をよく読んでるるってん、優しく正しく扱ってね、一点物につき返品交換はいたしません、ご了承くださいみたいなね難しそう、トリセツ。ずっと前から君、あ、それ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 、ピンポン。ずっと前から君が好きでした、おお、精一杯の思いを全部今すぐ伝えたいのってやつだ。でも傷つきたくない、嫌われたくない、でもなんとかなんとかかかあかんみたいな勇気を出してゴーゴーゴーユー、明日
明日君にメールしようかな。はい、ありがとうございます。嬉しい。 Go for it めっちゃ好き。イエーイ、なんか魔法が使えそう。イエイイエイイエイ。これは大好きなあかりさんのプロデュースの服です。服です。リコは無事だったと思う。無事だったと思う。やるよ。お菓子が分かんないんだね。ごめんねー、ごめんねー。あ、言いたくて、あ、言いたくて震える。うんうんうん、こんばんはー。萌え。萌え。昼間に見た。そう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 、そうです。かわいいよね。センスの塊だと思います、ほんまに。イエイ、かわいすぎる。光って見えないから。見える？全然見えんな。じゃじゃーん。ここはあかりんさんからのメッセージが書いてあるんですよ。そう、よく知ってるでしょ。会いたくて震える。嬉しい、ありがとうございます。うれぴよ。アリサはね、天使のウィンクが好きなんだ。そう、天使の、え、天使がウィンクかいね。天使のウィンク、天使がウィンクパンパンみたいな、あ、じゃないですか。あの曲はめっちゃ好き。なんか予選で歌えたらいいなと思ってますけど、わかんない。どうしよう。最初がいいよね。いや、最初どんなだったっけな。最初がいいよねって言って、あれ忘れちゃった。どうぞ行っちゃった。声好き、嬉しい、ありがとう。そう、聖子さんの曲 I love you I love you だけど拗ねてみたり I don't know I don't know気のないふりをするのはなぜ天使がウィンクドゥンドゥン。それが君との約束だからっていうやつ。約束、あ、約束を守れたならってやつか。なななな、叶えてあげる春の国飛び立てる羽つけてあげるよ。なんだ、もっと得したいと。I don't know I love you のとこが好き。 I love you I love you だけど拗ねてみたりI don't know, I don't know 気のないふりをするのはなぜ天使がウィンク。聖子さん似てる？嘘、嬉しい。でもね、そんな感じよね、聖子さん、わかるよ。そう、そのイメージに、あ、合う。あ、天使がウィンク。夏の扉？夏の扉を開けて裸、じゃあ私をどこか連れて行ってフレッシュフレッシュフレッシュ。わかる。ふいふい。昔の歌結構知ってるよ。なんか昔の歌の方がなんか歌いやすさはあるよね。なんか今の曲はめっちゃアップテンポになってきて、そう、アップテンポは昔の曲もあるけど、そう、なんか違うよね、今の曲と昔の曲は。アリサはどっちも好きだけど、昔の歌の方がなんか自分に合ってる気がする。昔の曲の方がなんか合ってるイメージがあるんだよね。なんでやろ。大好きはもうめっちゃ最近の曲ですよ。昔の曲いいよね、ほんまに。明るい歌がね、暗い歌は歌えないんだよね。暗い歌を歌っても明るく聞こえるよ、多分。なぜか不思議と。
そう、聖子さんは最近の曲最近歌いやすい曲作りしてた。すごモーニング娘さん、あ好きだった。めっちゃダンスバキバキじゃないですか。鞘師里保さんが好きだったほんまにありがとうございます。こんばんワシントン、ワシントン。古い曲に愛着がね、確かに。シンクロときめき、あ好きよ。螺旋階段登ってなんだっけ、違う何よの歌、待ってね。シンクロときめきはどんな歌だったっけな。螺旋階段登っているときみたいなやつよねあれなんか違う、ね、忘れちゃったサソリ座の女、サソリ座の女、コロッケさんラブマシーン、わう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 わ、あれ違うね。ナーダンレボリューション、ヘイ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 そう、鞘師里保さんは先輩です。アクターズスクールの先輩で、そう、多分かぶったことはないんですけど、そう好きだっためっちゃダンスが上手いんですよあ、この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ、恋の予感、ただなす汗も、乱れる髪も、二人の気持ちはシンクロときめき。はい、それだ、思い出したさそり座の女、美川さん、あのコロッケさんがモノマネしてるイメージしかない最近の曲、最近の曲はね難しいよね。あ、日本の未来はウォ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 ウ、世界が羨む、イエ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 イ、恋をしようじゃないか、ウォ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 ウ、はい、テテルルンナテイみたいな、イエイ、トゥ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 、袖寒いよ袖寒いよ、めっちゃ恋の予感、そう、お米もあるよ、恋の予感。この曲はまゆゆさんの曲、最近ではないよね、最近ではない歌だね。螺旋階段登って、あ最初が分からん、どんな音程だったっけな螺旋階段忘れたどうだったっけな。恋にした予感、ありがとう嬉しい。それはシンクロときめきは、そう、スクールの時にね、やったことあるんですよ。そう、めっちゃ多い人数でクラス曲でね、やったことあるんですけど、そう、出だし歌い出しどんどんなので聞いてみてくださいもしよかったらアリサが目立つところはないね、多分。うん、その曲はなかったと思うんですけど、フェンス乗り越え、フェンス乗り越え、非常口抜けて、あれ違う、もう音程が違うそうなんや、なかったな。あ、そう、君のお尻がチラチラ目の毒、あったね、覚えてるよ。そうそうそう、マジか、聞いてみてよかったら。アクターズスクール広島、シンクロときめきみたいな感じで出たら、のんのん歌い出しだよアリサは多分歌ってないと思うアリサはどうだったっけな、その曲。
アリサはね、ランデビルランって曲聴いてほしいな。ランデビルランあるんかな、出てくるか分からんのですけど、ランデビルランっていう英語で全部曲で、何だっけ、叶わない病気、あ、治らない病気ね、さや、お気の毒にさよなら、こっちだってバカじゃないわってね言ってるとこがあるんですよ。そう、よかったらランデビルランも一緒に見てほしい。今から行ってきます。りょ、行ってら、行ってら。なんかそう、セーラー服みたいな感じの服で踊ってる。少女時代、そう、ピポンピポン。治らない病気ね、お気の毒にさよなら、こっちだってバカじゃない、うわそう、そういうところ担当だった、アリサは。ずっとかっこいい曲よね、ランデビルラン。なんでもないじゃん、いいわけじゃんみたいな。めっちゃかっこいい曲なのに、そういうとこだけ任される担当だった、いつも。治らない病気ね、お気の毒にさよなら、こっちだってバカじゃないわ。なんで覚えたやろ、そこ得意だった。面白い歌でしょ。そう。あと奇跡、奇跡はアリサが歌い出しなんて聞いてください、ぜひ。奇跡は歌い出しだよ、アリサが。マリナが歌い出しの曲もあるよね、ギラギラレボリューションだっけ、ギラギラギラレボリューション、今心が叫んでるみたいな曲はマリナが歌い出したよ。そう、ぜひぜひ。なんでさ、頑張れ、ありがとう。その歌好き。そう、アリサは奇跡が歌い出しだって、初めてだよ、初めてゲットして。明日今日よりも好きになれるっていう。あ、溢れる思いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできないってやつ。マリナと、マリナ、そう、長い。なんかマリナはなんか不思議だったな、なんか昔から不思議だったよ、ほんまに。なんだったっけな、なんかずっと一緒に、ずっと一緒というか、なんか途中マリナが、アリサが先だったんですけど、アリサが やってて、で入ってきてマリナが、そう、それでなんか2年ぐらい一緒にやってたら、なんか一旦やめたんですよ、マリナが。一旦やめて、そしたらまた入ってきたみたいな。そう、それで、そうで STU のオーディションがあるちょっとぐらい前にまた入ってきて、で最後発表会一回やったら STU にみんな受かったから、バイバイみたいな感じで。えーみたいな。そう、戻ってきたんですよ、マリナ。一回やめて、そう。しかもアクターの中では全然喋ったことなかった気がするんですよね。喋ったことあったっけな。あ、アミピー、そう、アミピーも一緒にいた。アミピーよく知ってるね。マリナのお姉ちゃん。アミピーね、なんかね、アリサめっちゃ覚えてるやん。なんかマリナとアミピーが辞めたんですよ、一回辞めた時に、アミピーが傘を忘れてて。そう、めっちゃ面白かったよ。マリナとアミピーもう辞めちゃったのに、レッスン中に傘があるみたいな。みたいな、ずっと覚えてる。で結構3年ぐらいあったよ。そう、マリナたちいないのに3年ぐらいその傘置いてあった。っていう変な記憶。ウキウキウキ。面白くない、傘だけ置いてあった、アミピーの。アミって書いてある。こんばんは、こんばんは。眠くなる。確かに傘だけ置いてあった記憶がある。
ティニー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 、いい話、あれいい話だった。嘘だ嘘や。登坂さん、トシカ、こんにちは。こんにちは。ひるくん、スノードームありがとう、ありがとう。そう、マックスがある。ひなこもある。そう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 、ひなこも B クラスっていう一緒のクラスだった。そう、あ、仲良かった、めっちゃ仲良かったんだよ。ひなこはほんまにそう、めっちゃ仲良かったよ。ひなのもね、お泊まりどっちの家でもしたことある。ありさの家でもやったことあるし、ひなのん家に行ったこともあるよ、お泊まりで。そうイトちゃん、こんばんは。こんばんはです。ここは残念ながらいないですよ残念、ここはいないんだよね。TikTok が流行る前に双子ダンスっていうのが流行ってたんですよ。なんか双子ダンスが流行ってたんですけど、それをめっちゃ撮ってた。ひなのとも撮ったことあるんですけど、全然ひなこがの方が多いね。紛らわしいよねひなこの方が多い。島根県の子の方が、そう、同じピオニーってグループで、そう、レッスンがめっちゃ長かったんですよね。ピオニーのレッスン付けみたいな日があって、そう、その合間とかずっと一緒にいたなあ、そう、のんちゃんともやった。そうそうそう、のんちゃんとは沖縄の総選挙の時とか、そう、沖縄でホテルとかで撮ったなそう、撮った。でも TikTok が流行りだしても双子ダンスは多分撮ってる人いないと思うよねそう、最近はもう TikTok だね。そうなんですよ。最近どんなこと流行ってる？ TikTok？ TikTok はめっちゃ流行ってるよ今。すごいよね、みんななんかやってる。イメージイメージ。なんかありさが最近好きな曲は何だったっけな、ちょっと待ってね。何だったっけな、最近、待ってね、違う、ああれだ、ドーナツカステラとか好きだよ。ドーナツカステラ柿のタレ、ベッベー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 、どれだけ食べてもゼロカロリーTikTok やりたいよほんまに、アリさんもTikTok めっちゃやりたい、楽しいよ何が楽しいって聞かれたら分からんけど、めっちゃ楽しい楽しい。めぐみさん、初見ありがとう、ありがとうございます。じゃん、 ST48 広島県出身14歳のありちゃんこと三好ありさです。よろしくお願いします、よろしくお願いします。よかったら右上のハートを押してルームフロー、めぐみさん、よかったらよろしくお願いしますルームフロー、よかったらお願いします。アイスさん、やっほー。エンマくん、こんばんは。キンキンだ、やっほーキンキン、やっほー。歌可愛すぎた、ありがとう、嬉しい。 TikTok 楽しいよほんまに早く解禁みたいなしてほしい。フォローめっちゃしてますよ。田島メルさんと友永美代さんとひなのとひなこもやってるよ。あとゆいゆいさんとか久保里音さんとかめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いよ TikTok。 あとは、あとあかりんさんもやってんだよ。そうそう、あかりんさんもやってるよ、フォローしてる。最近右下のハートを押してます。右下のハートを押しても右下のハート、あーギフト、右下のありがとうございます、ほんまにギフト課金税ありがとうございます、嬉しい。
そう、なんなん、そう、なんなんの出演したら出してくれた、なんなんがありがとう、ありがとう。あともう一個、ね、なんなん撮ったんだよね、あれも出してって言っといてください、ひろゆきさん。あのエレベーターかエスカレーター、どっちがどっちか、どっちかこっちにやってみたいなやつ撮ったんですよ、3人で。そう、それもあるやろ、出しといてって言っといてくださいエレベーターかエスカレーター、どっちがどっちかごっちゃになって、最終的にくるくる回っていくすっかるか、はい、ファーリラファーリラファーリラみたいなめっちゃ面白いやつ撮ったんですよそうそう、あかりんさんショールーム、あ、見たことあるよ、見たことある、お誕生日のあかりんさんお誕生日配信見たな今年はさとねさんとゆいをフォローしてます、 DD だな金魚ちゃんも歌歌唱審査見た、ありがとう、カリさん、カリさんありがとうございます、声も選曲あ、嬉しい、ありがとうございます。8時までします、もうすぐあと15分で今日の2日目の予選が始まるよ、よかったらダブルで見れる方は見てくださいなんなん、アリサとひなかどんな感じ、いやそれはアリサは決めれない、もう皆さんが決めてくださいもう誰も負けんぐらいパリピだよ、ああアリサは生徒かもしれんけどひなとひなかはやばいよ、ほんま頭おかしいやないかってくらい歌唱力見た、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ゆらおしさん韓国語だ、ありがとう、最終50カウントありがとうございます、初コメ歌唱力審査で掘れました、嬉しいです、そういう方めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しすぎてあげちゃいますST 掘ってた広島県出身の14歳、アリちゃんことみなさりさです、歌唱力見てくださって本当にありがとうございます大好きだよ、チュッてしてよ、6時に更新します、そう更新しちゃいますあかりんさん好きです好き、九州行ったことあるよ、九州は福岡のチャリティーコンサートで行ったね、みんなで、そうでいちごいっぱい食べて帰ってきた大好きだよ、ありがとう、大好きだよ、チュッてしてよ、ギュッてしてよとチュッてしてよの違いがね分かりやすいようにしたんだなんだ、足でつながってました、つながってました、めっちゃ仲良かったよ歌唱力一番良かった、ありがとう、ボイストレーナーさんだ、あーお久しぶりな気がする、ありがとう審査員全然全然、もしかしたら特別枠に入れたくて入れてないかもしれないポジティブすぎる考えなんですけど、アリサのそうでも20人入りたかった、アリサも20人に入りたかったっちゃ入りたかったです、悔しいうん、広島は紹介するとしたら食べ物はやっぱ揚げ物じゃない揚げ物はやばいやっぱり揚げもみじですね、揚げもみじとかお好み焼きとかはそうすごい美味しいですよ、ぜひ一旦食べてみてほしい、牡蠣もめっちゃ好きなんです、ありさ牡蠣めっちゃ大好き、広島県民で牡蠣嫌いな人多いんですけどめっちゃ美味しいですよ、広島の牡蠣は最高、揚げ物はやばい、揚げ物大好きだけどさ好きだけどさどこでもあるっちゅうに、初見さんたくさん嬉しい、ありがとう、海外は行ったことない、もう日本から一本も出たことはないんだよね、足を踏み出したことがないんだよね福岡住んでるに、あ福岡なんや、ケイさんいいね、あれ何しようととか言うとっとっとって言うでしょ、
福岡弁めっちゃ好きなんや。福岡弁、九州弁、博多弁、博多弁だめっちゃ好き、可愛いよね。コッコちゃん、コッコちゃんがそなんか急に一斉のでっていうのを三のが入っているのがめっちゃおろいそう、コッコちゃんが急にね三のが入っていうのが面白いつぼるあとどげんかせんといけんかばえみたいなどげんかせんといけんかばえみたいなめっちゃ面白くない癖が強すぎる博多弁のんのがめっちゃそれな、どげんかせんといけんかばえみたいなめっちゃ覚えた。あゆみもね、あゆみもたまに出してくる。あゆみなんて言うっけんな。でもあゆみあんまり出んくない。うーん、忘れたな忘れたな。あゆみなんて言うっけな。でも言うよ、言うけど忘れたな。なんて言うっけ。大阪くん、あとありがとう、いっぱいありがとう。牡蠣は何が好き。牡蠣、でも全部好きだよ。普通に蒸したやつも好きだし、牡蠣フライはめっちゃ美味しい。牡蠣フライは最高。牡蠣フライお正月とかに食べる。そう、お正月におせち料理の隣に牡蠣フライはいつも出てくるの。アリサタクはアリサタク、牡蠣フライも好きだし、あと牡蠣グラタンっていうのがあるんですよ。牡蠣の甲羅を使って、牡蠣の甲羅をお皿代わりにしてグラタンみたいな。そう、グラタンで 中に牡蠣の粒も入ってるみたいなね。めっちゃ美味しいですよ、牡蠣グラタン牡蠣グラタン、牡蠣グラタン。新潟なーい、新潟行きたいんですよ。ありさも、そう、出張公演の新潟で行けるかなって思ったんですけど出れなかったんですよ、悲しいことにそう、めっちゃね、出張公演ほんまに楽しみにしてたんですよそう、 NMB さんの劇場行けるとか思ったんですけどね、ダメだった新潟行ってみたい。なんか日本の上の方に行ったことはないんで、東京ぐらい、東京までだね。東京より上の方に行ったことない気がする東京大阪ぐらいよね。やっぱ千葉とかそこら辺までしか行ったことない。それより寒いところに行ったことないんだよねもみじまんじゅうめっちゃ美味しいよ。揚げもみじがおすすめなので食べてみてください歌唱審査、歌ってる表情一番良かった。ありがとうございます。表情は見てくれましたかそう、表情はね、見てくれた。マジか表情はどここだわったっけな。スタッ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 タン大好きだよ。チュッてしてよとか目つぶってんですよそこウインクしようかなって思ったんですよ。チュッてしてよみたいなウインクができなさすぎてそこはね、ウインクを狙ったんですけど、ウインクがめっちゃブサイクなんですよ。ガタガジウインクができないのでもう両目つぶった、諦めて。大好きだよ、チュッてしてよのとこはそう目つぶって、高いところとか音程がめっちゃ高いところとかはそう、あーとかね、あー押しつぶされてしまいそうだとかはね、目つぶったらめっちゃ出るよ出やすい押しつぶされてしまいそうだ何も手につかないって感じですね。そこら辺表情から、あと A メロのチャイムが鳴った頃に聞こえるバタバタし音、これがいつも朝の合図、君が聞いたんだ、あ、ねえ授業中はいつでも歌う歌のところは、歌う歌してるのねのところちゃんとやってるので見てくださいそこねそこ歌う歌してるのねのところも表情つけてるんですけど、そこ顔アップのところだったのですごいバッチリ、カメラアングル最高だった。そこナイスって思ってナイスウイン
ク川はウインク川はほぼに負けると思う。みんな誰にも負けると